ハローベイビー、スロットの未来を愛してる。本日は8月の18日土曜日、ビッグマーチ佐野店さんに来ております。今回撮った内容はこちら、最近大好きなディスクアップです。本日マッキーさんのスロット日報の調査によりますと、まあとにかく並びが大量に至るところに入っていると。で、今日はちょっと何を打とうかいろいろ迷ったんですが、最近導入されたこちらディスクアップを取りました。まあとにかくディスクアップ実践取材では2回目、まあ、1回目、かなり出玉も出て楽しめて、まああれから本当に面白くてプライベートでも打ってます。 なので今日もこちら大好きなディスクアップで勝利目指して頑張っていきたいと思います。それでは1枚目、ではよろしくお願いします。はい、とりあえず今めっちゃがっくりしましたね。まあディスクアップです。本当に最近ちょっと面白くて結構打ってますプライベートで。お、ストップストップで結構これは熱そうなリーチ目ではない。はい、残念。先日プライベートで打ってまして、なんと奇跡的に1ゲーム連チャンしたんですよ。ディスクアップで1ゲーム連チャン、そしたらハードボイルドの音が流れました。はい、めっちゃ楽しかったです。まあまあ目押しはビタ押しは完璧ではないんですけど、やっぱり楽しくて打っちゃいますね。まあこのリーチ目とこの音、さりげない予告とかの微妙ないろんな予告、これが面白いですね。まあ、基本はこのバー狙いと赤7狙いを交互に打ってるんですけど、この赤7もバーも狙う箇所で変わってくるんですよね。上段あたりにこう狙うとか、中段下段に狙うでも全然変わってくるんで、まあいろんなとこ狙えて楽しいです。なので今日も楽しみながら勝利目指して頑張っていこうと思います。今のこの演出からこの攻めはおそらく激アツだと思われます。はい、入りましたね。これはもうビッグでしょう。開始から224ゲームです。
あれレギュラーでした。レギュラーがレギュラーか。はい、現在先ほどのレギュラーから130ゲームです。残念ながらいつも通りの2枚目、うん、まあまだまだ、とりあえず早めにピックを引きましょう。はい、現在レギュラーから415ゲームです。残念ながら早くもノービック3枚目。ちょっと立ち上がりが悪すぎますね。まあディスクアップ深い時は深いんで頑張るしかない。まあその分戻ってくるんで、戻ってくる時はとにかく早くビッグを引きましょう。はい、現在レギュラーから704ゲーム、なんと朝から929ゲームノービッグです。まさかまさかの4枚目。いやー、どうしたんだ今日のディスクアップ、全くビッグ引かないですよ。まあ確かに深い時ありますけど、さすがにそろそろ引きましょう。はい、現在レギュラーからストレートで981ゲーム、なんと朝からノービック1206ゲームです。まさかまさかの朝からノービック5枚目。いやー、ディスクアップで朝からこんなにビッグ引けないの初めてです。ていうかこんなにビッグ感ハマってるのも初めてです。早く ART を打たせてください。というか大好きなディスクアップを嫌いにさせないでください。お願いします。そのまま揃いました。レギュラー1011ゲームです。レギュラーかよ。はい、ビッグ引かせてください。59ゲームです。ただ僕の経験上この出目レギュラーが多いっす。ああ、やったやった、ようやくビッグが来ました。スタートから1295ゲーム。投手は42本。
さあこっから頑張りましょう。やる気は31ゲームちょっと少ないな。頼みます。よし、なんとかダンスタイムを入ってのアフロか。ラスト1ゲームでこの演出、チリは否定して、追加でした。はい、1回目あっさり終わりました。さあいきなり回るエース、追加やめて、お2回来てくれました。121ゲーム BV、 あ、レギュラーしてありがとうございます。青か、今青滑ったんで、これ移植ビッグですか。はい、なぜかここで移植ビッグ。ああでも一応何度かダンスタイムには行きます。ここで設定差がある、移植ビッグどうなんだこれ。さあダンスタイムには行って、問題はこの登場人物、女の子。ああアフロか、ああリーゼント。まあ一応そうですね、40ゲーム以上は確定してるんで、このリーゼントが続いてくれるかどうかですね。さあここ重要です、ここ重要。ああですよね、これはあの DJ ゾーンがないと、このあっさりのあっさりの終わり方、うん、虚しい。はい、はい、現在先ほどの移植ビッグから297ゲームです、残念ながら持ちメダルはなくなってしまいました。いつも通りの追加投資、まあいつも通りといっても今日はこれ43本目、ちょっときついっす。ディスカップ様頑張れ。はい、現在、先ほどのビッグから503ゲームです、なんと50本がなくなりました。まさかまさかの6枚目。はい、今日僕持ち金は60本です。ラストの1枚です。これで何とかしましょう。いやー朝一のあの鬼ハマりからまたハマり出すとは。ディスカップ様、ディスカップ様、あなたはもっと面白かったと思うんですけど、なんでこんなに、なんでこんな目をするんですか今日。1900以上回してリーチ面が4回しか見れてないです。
お願いします。デスカップ様、この1枚で、この1枚でなんとかボーナス引かせてください。お願いします。暑いのかこれ。ちょっと暑いかもしれません。さっきのスイカで入ってるんじゃないですかこれ。ダメだダメだこれ、ダメだこれは、引けねー。はい、現在ピックから778ゲームです。なんと持ち亀の、60分が全てなくなりました。60本使ってピック2回、レギュラー2回です。さすがに力つきました。ごめんなさい、終わります。ディスカップ終了、帰ります。はい、データはこんな感じです。もう設定とかうんぬんじゃないですね。僕の引きが弱すぎるだけ、ありえないです。これが僕の実力か。まあもうしょうがないです。一応グラフこんな感じ。はい、とりあえず、全くダメ、マイナス60本です。まあ一応ディスカップは設定1でも見通し完璧で機械割り103パーって言われてますが、まあこういうこともあります。はい、まさか大好きなディスカップでこんな展開になるとは思いませんでした。隣がめっちゃ楽しそうです。はい、今日はもうダメ、帰ります。本日8月18日ビッグマッチ佐野店さん、まだ昼過ぎですが、もう早くも至るところで並びですげえ出玉出てます。はい、こんなにこの時間で負けてるのは間違いなく僕だけです。はい、詳しい出玉状況はマキさんのスロット日報の方で報告があると思います。ということでごめんなさい、今日はもうさすがにもうこれ以上打てないっす。あー、ディスカップ様、あなたは面白いはずです。今日はひどかったですが、またいつかリベンジします。嫌いになりません。また頑張ります。次もまたこんな目にあったら嫌いになっちゃうかもしれませんが、とりあえずお疲れ様でした。
いきなり回るエース、スイカやめて、お2かけてくれました。121ゲーム BV、 あレギュラーしてありがとうございます。はい、なぜかここで異色ビッグ